皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。まあ、今回なんですけれども、前回に、引き続きましてですね、新人祭のガチャ、創出陣のガチャですね、こちらの方今日は、22連なんですけれども、回していきたいなと思っております。まあもう内容の方はね、もうあれですよね、言わずもがななんで、はい、もう狙いは今出ておるサスケと、こちらのナルト、まあもしくはまあかぐやぐらいでしょうか。あとはそうですね、カカシですとか、まあ初代の新人キャラですとか、まあもう新人キャラだったらまあどれでもいいっていうような、やつですね。はい、まあ最初は40個で次は50個っていう形で、22連行ってみたいと思います。まあかなり危険なガチャというねコメントでもたくさんいただきましてありがとうございます。前回の動画ですとか、その前の動画ですとか、まあもうほんとたくさんね、いつもコメントいただいて本当ありがたいんで、まあありがとうございます本当。はい、必ず全て読まさせていただいて、返信させていただきますんで、もし、またよろしければコメントの方いただければなと思っております。というわけで引いていきましょう。うん、さあどうでしょう。うん、普通ですね。タップだってばよ。あ、そうなんですよね。タップだってばよやったらね、この前最後イルカ先生出てきたんですけど、タップだってばよやったら開かないです僕知らなかったですそれらしいです。タップだけの場合だと開くらしいんですよね。無知で申し訳ないです。もう興奮はもうただの無知なだけやったってことなんで、タップだってばよってなった段階で、ダメらしいです。はい、というわけで、まあ何事も起こりそうにないような感じですよねこれね。うん、はいはいはい。うん、ここからですよ勝負は。今一応確定枠に関しては新2歳キャラの、出現率が一応アップしてるんで、私は 30% とかやったと思うんですけども、1と 1.5 と 30.5 というわけで33ですね、計。うん、はい、まあ3回に1回は当たるっていう話なんですけど、3回に2回は外れるやつですね。はい、行っていきましょうまあ僕は当たらないでしょ。ああ、リジャップ。うん、はい、行きましょう。はい、1枚目、2枚目、うん、3枚目。まさかあの子のために2タップやったわけじゃないでしょう5、6枚目、7枚目、8枚目、うん、来ましたね。9枚目、10枚目、ラストですね。はい、来たー。はい、やはりと言わずを、やはりといえばやはりなんですけども、怖いっすね本当ね。ガチャ当たんないっす自分まあ前回の、まあ、前回というかちょっと前の、君マロの、もやの君マロのガチャは、まあ、当たったわけなんですけど、またこれがねちょっと使いにくいっていうような感じで、実際あんまりもう使ってないんで、まあね、っていうような感じです。まあ、使える強キャラを、本当はゲットしたいわけなんですけど、まあ、なかなかゲットさせてはくれないナルコレさんなんで、またね、果敢にガシャを引いていくしかないかなと、まあ思っております。というわけで、まあ、この新人祭のガシャで、まあ、そうですね、確率的な話からしたら、爆死がかなり、可能性は高いんですけど、まあ、皆さん頑張っていきましょう。というわけで、今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。